ついにやってきました全国少年サッカー大会、静岡県代表を決める決勝戦。果たしてこの大会に勝って晴れの全国大会に出場するのは、昨年の代表終鉄を中心とする南葛 SC か、はたまたこの決勝まで全く危なげなく試合を続けてきた名門清水 FC か。場内は早くも凄まじい盛り上がりを見せております。昨日全国各地でまず5つの代表チームが決まったそうだ。注目の埼玉代表は昨年の代表チーム南浦和 FC を10対0で破った明和 FC だ。明和 FC？ 若林くん、日向小次郎、貴様との決着は必ずつけてやる。明和と対戦するためにも今日の試合必ず勝とう。ああ、よしみんな、今日はベストメンバーで行くぞ。